どうもモン吉です。ここは名阪スポーツランド。ここで FF のドリフトイベントがあると聞き、そこでフリー走行枠を見ていると変わった車を目撃しました。うおー、この車はなんだ。うわー、すごい、チンチクリーンな車がドリフトしてるぜ。なんかかっこよくねえか、ということでとっても気になったモン吉はこの車のオーナーさんへ突撃取材を敢行しました。どうも、モン吉でございます。今日はですね、初めて名阪スポーツランドに来たんですけども、ちょっとね、今日 FF のドリフトを見に来たんですけども、ちょっとね、今日珍しい車が見つけましたので、ちょっとこれそれをご紹介します。はい、ミニカです。三菱ミニカです。だけど、なんか変だと思いませんか？そうです。エンジンがなんかないんですよ。ってことで、こちらの車のオーナーさんをですね、ちょっといろいろとお話聞いてみたいと思います。ではオーナーさん、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。オーナーさん、こちらはちなみにちょっとナンバーのプレートがあれですけども、なんか自動車屋さんを経営されていらっしゃるんですか？大阪でね。あ、なるほどなるほど、はい。よろしくお願いします。はい、こちら。はい、このまずミニカー、なんで作ろうと思ったんですか、こんな。まあ面白半分で、前の車よりトラクションがかかるからね、はい、前の車っていうのは確か FR で、FR やってる、あれはもうだいぶそうそう、ほんで面白半分で一回、1号機が事故して、はい、去年、ほんで2号機作るんじゃなくて部品取りを買うてきて、これが部品取りやなと思って、あ、そうなんだ、うん、ほんで部品取りが外車取って、はい、で部品取りが残っとったから、まあ年明けにどうしようかなと思って考えて、まあ後ろ切ってまえやと思って、あ、まあ面白いもんで乗せるかな、ミッドシップに、そうそう、まあ遊びでやってみて失敗したら掘りゃええかな。おお、ちなみにこれエンジンは何を乗せてるの？はやぶさです。はやぶさ、はい、ってことは1300ですね。1300。へー、すごいですね。はい、じゃあこうできましたこれ作るのに何ですかね、苦労した点とかありますか？これは結局デフ、はい、結局後ろに不動輪をつなぐところのデフとチェーンとつなぐところが苦労したね。はい、あ、まあ、バックも電動でするけど、はい、それはまだ 100% じゃないから、それはもうちょっと改良の余地があるかな。うん、そんな感じですよ。へえ、これ車重的にはどうなんですか？重いですか？いや、軽いと思うけど、測ったことはない。なるほど。で、ちなみに前 FR 乗って、FR の仕様にされてたということですけど、なんか乗りやすく、なんかいいところ、悪いところ、どうですか？トラクションがかかるから、ぐぐ加速するし、あ、もう全然加速感が全然違う。今、グリップするから、ぐーっと加速するかな。うん、全然違いますよ。ドリフトはしやすいですか？今のところ、まあ、今日シェイクダウンということですけども。たまたま来て、まあ、走るかどうか実験に来て、こない走ると思わんかったからラッキーでした。へえ、すごいな。まあ、はいはいはい、セーフ抜群。これエンジン自体特にいじってるわけではなくて、エンジンもそのまま、はい、ちなみに馬力ってどれくらいあるんですか？175とはカタログでやるけど、前期モデル。バイクのエンジンって結構回転馬力のゆえに、うん、トルクがちょっと少ないけど、十分1300やからトルクは十分あるみたいですよ。うん、前は 900cc の時はあかんかったけど、前は 900cc、 900cc 乗ってハヤブサ乗したから、前で1号で、今度はハヤブサの、これ電気が320まで出てきた。で、これがバックギア。そうそうそう、これはまあまあまだ10点満点かな、100点満点とりあえずバックするかなって、まだもうちょっと改良の余地があるかな。へえ、ダブルショック。そうですよ。わお、全然金かかってへん。スクーター後ろの方針もスイングアームに乗ってるでしょ、はい、ああいう状態だからごっそりしたら1があったら違う車で乗るのよ、これスクーター、スクーター本当だ。なるほど、うん、じゃあ今度ちょっと走りの方を見させていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。
やばくついてます。あららら。はい、ということでお疲れ様でした。いい、ありがとうございます。どうでした今日は。今日はバッチリ。あの予想以上に結果が良かった。もう嬉しいです最初来た時はもう走れるかどうか不安で不安で、で走って、おこれええやんいう感じですわ。納得随分とやっぱりあの印象としてはトラクションがかかるっていうイメージでしたね。めちゃめちゃトラクションかかりますね。前の1号機はトラクションそんなにかからへんから、まあ見た目は煙出して走るのがかっこいいけど、あの全然進まへん。ガンガン進むから腕がついてるからちょっとやっぱり切れ角アップされてないっていうことだったら、ちょっとそれで苦戦がありましたね。そうですね、あのスリムは何回も繰り返したから今度はもうちょっと切れるようにして頑張ります。はい、ということで今日はありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございます。またよろしく。